はい、こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3DCAD の操作説明や機械設計についてお話ししています。えー、今日はね、3DCAD のメリットということでお話ししていきたいと思います。えー、サブタイトルは、3DCAD を導入するメリットということでね、3DCAD を導入するのに躊躇している会社とかね、まあ個人の方もおられると思うんですけども、 2D CAD に比べて 3D CAD は値段も高いですし、本当に導入する意味があるのか、効果があるのか、そういうところをね、知りたい方がおられると思うので、今日はそのあたりのね、具体的な内容をお話ししていきたいと思います。はい。3D CAD の導入の具体的メリットを5つに分けてみましたで。1つ目が図面の作図が不要ですね。2つ目が設計変更時の変更ミスが発生しない。 三つ目が干渉検討が自動でできる。四つ目が製造エンジニアへの組み立て手順書作成をアニメーションでできます。それから五つ目が顧客先への営業展開、使用説明図や資料作成が簡単と。この五つがね、挙げられると思います。一番から順番にね、具体例を挙げて説明していきたいと思います。はい、一番の作図が不要ということなんですけども、これどういうことかと言いますと、 このようなね、部品、クレビスという部品があったとして、これをね、まず図面展開するには図を書かないといけないですよね。それが 3D CAD では不要になります。ちょっとやってみますね。はい、これで終了ですね。3面図があっという間にできたと思います。あとは寸法を入れて、え仕上げ記号を入れて、それで終わりですね。 2D CAD だとどうしてもね、このような簡単な形状だといいですけども、断面を取ったり詳細を上げたり、いろいろな作業が入ってくるんですけども、寸法を入れる前にね、まず図を作るという作業が入るんですけども、3D CAD ではそれがほぼ必要ないですね。3D 立体データを作った時点で形状が決まってますので、それをね、3面図で貼り付けるだけという作業になります。これが一つ目の大きなメリットですね。 はい。二つ目の設計変更時の変更ミスが発生しない。これについて説明していきます。はい。このようなクレビスの図面があったとして、このクレビスが寸法変更になりましたという時に、どのように変更していくかを見ていきましょう。まず、この 20π が 25π。で、この 30mm の長さが 35mm になった時。 で、この穴の 8π が 10π になったとしましょう。その変更を加えていきたいと思います。変更を加えるのは、パーツ立体の方に変更を加えるんですね。はい。この立体の方を変更していきます。はい。まずこの 20π が 25π になります。25に変更します。で、押し出し量ですね。押し出し量が、 5ミ、mm、リ伸びます。で、この穴が10になります。はい、これで形状の変更が完了ですね。で、パーツの寸法を変更すると図面が自動で変わるんですね。はい、図面見てみましょう。はい、これで自動で変わりましたね。穴が 10π になって直径が 25π、長さが45に変更になりました。 これね、2D でありがちなのが正面図だけ直して上面図を直してないとかね。いろんな変更のミスが発生します。3D はそれがないんですね。これが2つ目のね、大きなメリット。 とだと思います。どうしても人の作業はミスをするものですので、それがね 3dcad がカバーしてくれるとそういうことになりますね。これは結局設計工数の低減につながって、これ部品を作ってしまうと部品の作り直しになりますのでね。そういうことも起こりにくいということが言えると思います。はい、では3つ目の干渉検討が自動というのがあります。アニメーションの干渉解析、これを見てみたいと思います。 で、ここのピンクのアームとオレンジ、これ干渉してますね、今ね。で、こういう微妙な当たり方をする場合、見落とすことがあるんですね、目視だと。これをね、ちょっと自動で検出する方法がありますので、これをやってみたいと思います。はい、ウィンドウの真ん中ら辺に衝突検出というのがあります。ここにチェックを入れてください。そして動かしてみます。 はい、衝突が検出されましたと出ました。はい、これが出ることでね、あれ、どこか干渉してるなというのが分かるわけですね。実際に物を作らなくてもね、こうやってシミュレーションすることで干渉を確認することができます。はい、次は4つ目の製造現場エンジニアへの組み立て手順書。これをアニメーションで説明できるというやつを見てみたいと思います。 はい。今見ていただいたように、組み立ての手順をね、アニメーションで示すことができます。これはね、現場の方へ視覚的にね、組み立て手順を示すことができますので、非常にわかりやすいですよね。もともと設計データがありますので、それを分解手順、組み立て手順で動かす設定をするだけで、このようなアニメーションが簡単に作ることができます。 はい、最後の5番目顧客先への営業展開し使用説明図や資料作成これも具体的に見ていきたいと思いますはいそれでは設計データからお客様説明用の資料の作り方を説明していきたいと思います これはね、ウィンチの巻き上げ構造の設計データですね。このウィンチの構造を説明するお客様用の図面をね、どうやって作っていくかっていうのを説明したいと思います。でお客様に説明するときに内部構造を説明したい場合があると思うんですけども、そのやり方をご説明していきます。でこの構造の中身を見せるために、各パーツを断面にしていきますね。はい、これが巻き上げドラムのパーツですね。 でこの左のところ、ここに押し出し、これはフィーチャー省略というのを使っていて、一時的に非表示にしてます。でこれを元に戻します。右クリックして、フィーチャー省略の解除、これを選択します。はい。そうすると、こういうふうに断面になるんですね。これはどのようにしてこういうのを実現しているかというと、このフィーチャーのスケッチ、これを見てみようと思いますけど、このようにドラムの一部分、これを長方形でカットしてるんですね。 はい。これが、えー、斜めから見たところのね、スケッチなんですけども、この長方形、これを両側に押し出して、断面を見せていると。そういうことですね。で、この断面を黄色にする方法なんですけども、このスケッチ、ブラウザーでいうところの押し出し6、ここの押し出しフィーチャーだけの色を変えることができます。で、クイックアクセスツールバーの、この色変更というのがあるので、これでね、好きな色を選んで、こうやってね、 例えば水色が良ければ水色、オレンジ色が良ければオレンジですね。好きな色に変更できます。まあ、通常ね、黄色が一番見やすいと思うので、黄色にしておけばいいと思いますね。はい、このようにしてね、各パーツをスケッチで切り取って、押し出しで切り取って表現していきます。はい、これが各パーツを断面にした状態ですね。これで内部構造がよく理解できるようになりました。 では、これに各部品の名称を入れていってお客様に説明できる図にしていきたいと思います。で使うソフトは、このインベンターのデータと Windows の標準で付いているペイントレタッチソフトですねえ。文字を入れたりね、矢印入れたりできるソフトですけども、これを使っていきます。 はい。まず、この、インベンターの図を、スクリーンショット。これを取ります。え、キーボードのね、スクリーンショットというキーがありますので、これを押します。はい。そうすると、クリップボードにコピーされますので、それを、ペイントに貼り付けます。はい。これが、ペイントを立ち上げた最初の画面ですね。ここに、コントロール V で貼り付けます。はい。そして、左上の選択。これを触って、でこういう風に囲います。で、囲って、 この左上のトリミングですね。これを選択します。はい、これで余分なところが省いて切り抜きができました。はい、ここに構造説明の文字を入れていきます。はい、この図形のこの線分ですね。直線これを選択してください。で、色色1のところこれを白にしましょう。今回はね。背景が青ですので、白でいきたいと思います。 で、線の幅はこれで変えれますので適当に選んでくださいで。こうやってね、説明の入れたいところからどんどん引っ張って出していきます。はい。で、文字を入れたいときは、ここのテキスト、これを選択してください。で、文字を入れていきます。 はい。これであっという間にね、立派な構造説明図ができました。いかがでしょうかインベンターのデータをね、断面表示にして、こうやって文字を入れて説明図を作るだけでね、すぐにお客様に説明できる資料が出来上がるということですね。これ非常にね、便利だと思いますし、3D のメリットですね。二次元の図面だとね、お客様説明用に新たに図面を起こして資料を作ってたんですけども、 これ結構ね、手間なんですよね。3D の設計データがあると、こういう風にすぐに簡単にね、資料を作ることができます。 今日は 3DCAD 導入の具体的なメリットについてお話しさせていただきました。えー、1から5番のね、5つ紹介させていただいたんですけども、えー、設計業務だけではなくてね、それ以外のところのメリットもたくさんあると思います。特に5番のね、えー、使用説明図とか、ああいう断面のね、構造説明図なんかは、通常は外注してね、他の会社に作ってもらうようなカラーの綺麗なね、資料を社内で作れるようになりますので、外注費の抑制にもつながると思いますね。 ですから 3D CAD を導入すると設計部だけでなくて他のね、工数とか費用も抑えることができるということが言えると思います。はい。今日は 3D CAD 導入のメリットについてはお話しさせていただきました。ご参考になさってね、3D CAD のご検討されてみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。